新さん、これフェアウェイウッドでしょ。はい、フェアウェイウッドです。クリークです。クリークですか。はい、まあ、クリークで打つとしてもですよ、はい、ちょっとティーは高めですよね。ええ、高めにして練習するんです。これは5番ウッドを使ったダウンブローの練習法。高めのティーでボールだけをきれいに打ち抜いている。ヘッドはボールを打った後最下点を迎えている。ダウンブローっていうのは落とすだけ打ち込むだけっていう風にどうもイメージとして考えちゃうだろうと、なんかそういう感じになんかみんな捉えてるんですけど、私の場合はもう必ずね、ヒットしたこのインパクトのそのスピードと力強いそのアクションをね、フィニッシュまで持っていくんですよ。そうしないと、そう段階に分けるとどういうことになります。まあ、まずスクエアグリップ、グリップね、グリップね、スクエアグリップの方が打って安心してボールが正確に飛んでくれるんです。それからニーアクションね、この膝、体重移動、それともう一つはインパクトでのスナップ、リストアクション。インパクトでの、うん、ツアー通算24勝、切れ味の鋭いダウンブローショットで日本プロゴルフ界に一時代を築いた陳聖覇。今回はダウンブローの神様、陳聖覇のスイング理論に迫る。陳聖覇、伝説のダウンブロー。